旬です。今日は LED 撮影用の LED ライト Godox SL150M2 と Amran100X、これ2つ見ていこうかなと思います。SL150M2 と、Amran100X を今日は見ていきます。で、まあそもそもこの2つ、比べる、まあ、ワット数も違うし、Godox の方は、デイライトの照明で、Amran の 100X の方はこっちバイカラーの照明なので、まあ、ちょっとフェアじゃない、っていうのをまずちょっと先に言っとこうかなと思います。Godox の方も、バイカラーの SL のバイカラーを出してるんだけど、まだ日本に来てないので、僕はこっちのバイカラーのライトが欲しくて、こっちAmran の X のバージョン買ったので、まあ、まずちょっとそれ言っとこうかな。で、こっちのアパチャの Amran100X は、見ての通り分かると思うけど、やっぱ Godox よりも小さいので、まあ、そういうとこが小さいのがいいかなと思います。で、ちょっとやっぱりプラスチックっていうのもあって、こういうあのネジの開け閉めとかがちょっとなんか頼りないかなと思うけど、でも、まあ、最近の機材はカメラもなんでもどんどん小さくて高性能になってるので、まあそれで、しかもこれはちょっと安くするっていうのを、多分バジェットを抑えるっていうのが一番に考えたと思うので、まあ全然いいと思うんだけどね。で、これが、で、Godox の方は、こっちはもう金属でできてるし、ここの、ヒンジのとことかも、もうすごい頑丈にできてるので、グイッと締めても全然大丈夫だし、スタジオに置いててプロの仕様で耐えれる製品かなと思います。で、まあ、こっちの SL の方はこういう風にリモコンでここからできて、こっちの Amran の方は、サイルスリンクっていうこのアプリでコントロールします。こういうふうに複数段、今ここにアパチャの、ピンクのライトとブルーのライトとこのアマランがあって、別々に操作もすることもできるし、こういうふうにね、これを選んであげて、こういうふうに強さを変えたり、色温度を変えられるっていうのがこのバイカラーの、ライトのいいとこなんだけど、例えばこういうふうに3200ケルビンとか
4000ケルビンで、デイライトの5600ケルビンとかいうふうに、自由にここからアプリから、変えられます。で、僕はこっちの、リモコンの方がやりやすいなとは思ったんだけど、昨日今日こっちのアプリを使ってみて、アプリもめんどくす、この例えばこれアプリ使ってて、別のなんか YouTube をチェックしたりインスタをチェックしたりして、またこのサイラスリンクのアプリに戻ると、この接続 Bluetooth の接続が切れてたりしていて、またつなぎ直したりするっていうのがちょっとめんどくさいので、まあそういうとこをが、まあ、大丈夫なら、まあ、アプリでもいいかなと思うし、この座ったままでこのいる何個ものアパチャのライトだったら何個ものライトを、こういうふうにコントロールできるっていうのは結構楽かなと思ってきました。こっちの物理的にこういうボタンがあるのも、まあ、いい利点もあるけど、まあ、このアプリもまあ悪くはないかなって、ちょっとこの2日間使ってみて思ったかな。なので、でこっちのアマランは、こういうライトは熱くなるとファンが回るんだけど、これは、このファンをコントロールするっていう機能はないので、でそっちのゴードックスは、そもそも、ファンの音も小さいし、ここに、サイレントモードっていうのがあって、これをすると、全然音がとかファンが回らないようにする機能があるので、本当にその音の録音がシビアな環境とか、音楽を撮ってる人とかが照明タクとか、ちょっと音が気にする人は、そのサイレントモードがあるロックスいいかなと思います。こっちはね、アパチャの方はコントロールできないので、そのファンが回るのは。でもこの 100X は、こういうふうに出力 100% にしてほっといても、でファンが回りだしても全然気にならない程度のファンの音なので、まあほとんどサイレントモードって言ってもいいと思うし、ただこの YouTube 見てたら200D の方を使ってる、YouTuber の人が200の方はファンがうるさいって言ってたので、音気にする人は100にするか、そっちのサイレントモードがある SL150 の Mark II の方がいいかなと思います。でこういうふうにこっちはすごく軽いで、こっちはやっぱしっかりしてるけど重いっていう、まあこれスタンドに乗せてしまえばもう別に気には重さは気にはならないけど、この大きさもやっぱ2倍ぐらい大きいので、狭いスタジオとか、あまり重いものを持ちたくないとか、重いものがあると、まあ、結構スタジオの中で、まあ、YouTube のホームスタジオの人でもあんまりその、まあ、照明なんていうの危なくないようにしたいっていうんだったら、やっぱり小さくて軽いのを置いとく方がまあ安心でもあるし、まあ、そういう人はこっちの方がいいかなとは思うけどね。うん。
でも僕はどっちもいいライトだなと思う。最近こう LED の撮影用のライトが良くなってきたので使ってるんだけど、一昔前だったら何十万もしていたものが、もう最近はどんどん技術も良くなっていいのが、ね、まあこれはだったら3万とか4万あたりで買えるようになったので、映像クリエイターの人や YouTuber の人とか、まあ、普通に最近は、まあ、そういうクリエイターじゃなくてもコンテン、まあ、デジタルコンテンツを作るっていうのはもう現代人はどんな人でも、関わる、まあ関わるね、自分の人生に関わることだと思うので、少しずつカメラを良くしていったり、こういう照明を少しずつ変えてみたり、でこれやっぱあのこういうふうに遊んでみて、あこういうのがいいなとか、あこの角度がどうだとかいうのは、やっぱこういうのを遊んでみて、撮影が上手くなっていくと思うので、僕も勉強していこうと思うし、ちょっとこれ見て気になったっていう人も、ゲットしたら遊んでみてください。はい、こういう小さいライトも面白いけどね。はい、旬の、Godox SL150 Mark II と Aperture Amaran 100X の、まあ、比較っていうか、ちょっと紹介してみました。これ新しく買って嬉しかったのでビデオ撮ってみたっていう動画でした。じゃあね。